4機の監視衛星を破壊されてしまった。そこで急遽新しい監視衛星を打ち上げた。そして地球に潜入したと思われる4機の宇宙戦闘機の行方を追っていた。第7空域未確認飛行物体、ダッシュ出動、了解。隊長、カイト隊員がいません。休暇を申し出たので許可した。カイト隊員が休暇を。いいか、相手は監視衛星を破壊した宇宙戦闘機かもしれない。油断するな。はい。相棒に断りもなく休暇だと。許せんやつじゃ。飛行物体発見。来たな。セットンスケージ、奴の仕業に違いない。エリー、宇宙戦闘機の情報。世界からの目撃情報なし。地上写真にも宇宙戦闘機の影なし。一体どこへ消えたんだ。カイトに期待するしかないわね。夏美さんなら工場です。ほら、この先の松本バンキーさん。どうも。夏美さん、今日は休暇なんで。それで。そうですか。そのロボットは。あの、この前は危ないところを。いえ、かっこいいな。ケンちゃんが作ったんです。ほら、あそこに。手作りなんですよ。キングジョー。空に書かれた文字もキングジョー。関連があるな、やつと。戻りました。あ、カイトだ。デートだったのか、カイトのやつ。この裏切り者。いいんじゃない、別に。休みの日に何しようと。デートじゃないのよ、匿名なの。匿名。長官、これを見てください。当日のモニター映像です。カイト。カイト。小田夏実の交通事故は仕組まれたものだったんです。カイトの指紋交際声紋がスキミングされた、その証拠がこれです。なっちゃんに接近するはず。そこを。カイト君ならやりますよ。夏美さんを守ってあげられる。
集合時間です。ありがとうございました。あのよ、なかなか設計がうまくいかなくて、真夜中にうとうとしてハッと目が覚めたらできていた。そう、眠気半分で描いたのが良かったのかも。見せてもらえます？その設計図。いいよ。頭の部分、肩と胸、腹があって、この尻の部分から足が出る仕組み。4分割すればバランスが取りやすいし、ジョイントもよく動く。絶妙の設計、俺天才かも。じゃあこれから他の保育園行くんで。あのネーミングもケンさん。下手なジオレ。隊長、ここのキングジョーに怪しい点はありません。でも一つだけ気になる点があります。なんだ？4つのパーツが成り立ってるんです。4つのパーツ。本当はお休みではないでしょ？え？私を見張るため。そんな。私はゼットンの娘、疑われて当然です。見張りなんかじゃない。慣れてます、子供の頃から。夏美さん、待ってください。待ってください、夏美さん。あなたを疑っているわけじゃないんだ。よく言ってたわ、母さん。私ら月なしだって。月なし？いつも貧乏神につきまとわれる。でもいつかいい運が回ってくる。だからいじめられてもくじけちゃダメよ。前を見て歩きなさいって。母さん、いつもそうやって。貧乏神の正体はゼットン星人だ。利用されているんだ、奴に。夏美さんを守れ。ダッシュの命令です。私を守る？俺が守ります。カイトさんが？そう、夏美さんを守ります。守ってみせます。やだ、初めてです、そんなこと言われたの。どうしよう私。ありがとう。温暖化の影響なのだろうか。その年は秋になっても真夏をしのぐ残暑が続いていた。こんにちは。お、はい。アイスでも食うか。あ、いいね。どうよ、炙り出し作戦は。え、水木。おお、びっくり。化けて出たかと思ったぜ、そこのメギツネがよ。ポン。おお、そっくり。ポン、見ろよ、うん、熱々だぜ、あの二人。血液も一緒、トゥルーラブだね。最低、仲間をそんな風に言うなんて。カイトはね、命がけで任務を果たそうとしてるのよ。ジョークだよ、そんなに怒らなくても。金魚へ、金魚、金魚屋さん。金魚へ、金魚。でも私
ゼットンの娘なんです。またカイトさんには知ってほしい本当のこと。思い込みだ。1万年前に地球に来たんです。それで遺伝子を伝えた。ゼットン星人が。私の体内にはゼットンナノ遺伝子が。ゼットンナノ遺伝子。感じるんです私、彼の気配を。彼。遺伝子のせいね、きっと。奴はいつも夏美さんを見張ってるんだ、どこかで。時々思うんです、ゼットンの娘でいいかなって。このまま変身したり空を飛んだり自由なんだもの。違う、今のままでは奴に利用されるだけだ。でも私の体内には。戦うんだ、体内の遺伝子ごと奴を叩き出すんだ。そんなことできる、俺が手伝う、必ず追い出す。聞こえる鼓動が。どうしたんだろう、心臓バクバク。見えますか？私飛んでます。大空を舞ってます。こんにちは、美月。これお土産。かわいい、ありがとうございます。金魚に風鈴。夏が続いてるんだ。まだ涼しげな音色ね。似合いますよ、とっても。え、そのターコイズいつも制服だしつけられないから。綺麗、見違えちゃった。褒めすぎ。何よ。守ってくれるカイトさんが。そんなことさせるか。キングジョー、あれ？あれ？Thank you.
夏美さん、ゼットニウムは一瞬にして原子に分解、それを瞬時に再結晶させることができるのだ。消えた戦闘機の正体はゼットニウムだったのか。私を守る、お前はそう言った。さあ守ってみろ。取り憑かれて、夏美さん、ゼットン戦場の先になっておいて、キング城から降りるんだ。攻撃しろ、私を。このままではゼットン星人の思うがままだ。マックスは夏美の体内に潜むゼットン星人を追い出すためにマックスギャラクシーを使うことにした。だがそれは危険な賭けでもあった。体内の遺伝子ごと奴を追い出すんだ。見つめよ、マックスにとどめを。できる、俺が手伝う。必ず追い出す。反撃しろ。どうした。俺が守ります。守ります。しかし私が付け出したって。好きなし、俺が守ります。いつも貧乏神に付きまとわれる。そう、思い込みだ。夏美さんを守ります。奴はいつも夏美さんを見張ってるんだ。違う、今のままでは奴に利用されるだけだ。大空を待って。飛び出すんだ、早く。夏美さん、ここはゼットンゾーン。ゼットンゾーン。
こがお前の墓場だ。さあ娘よ、撃て。今だ、今がチャンスなんだ。ゼットンから解放されるチャンスなんだ。自分の核を立て、立つんだ。撃て、撃つのだ。切り開け、自分の未来を。夏美さん、相手を切り捨てろ。夏美さん、夏美さん、私勝った。自分の意志で自分を勝ち取ったんだ。君は自由だ。自由になったんだ。よかった。ゼット、記憶に残すのもおぞましい時。やってるな。いらっしゃい。制服も素敵。ありがとう。参った参った。助けてくれカイド。緊張より恐ろしいかも。だらしない小バタルスのこと。しっかりしろキングショー。もうダメだ。え、みんなアイト星人をやっつけろ。マジかよ、勘弁してよ。いやウルトラマンマックス第3番惑星の奇跡。